低い位置でも、低い位置の選手が張ったときに、アーセナーの選手はやっぱ中入るの、これ約束事になってんな、前回の試合から。効果的じゃないと思うんですよね、僕は。サイドハーフの後ろで高い位置で張れたときは、相手のね、サイドハーフとかウィングの後ろだったりとか、最終ラインと勝負する位置で張れたときはいいんですけど、最終ラインじゃないところでボール持ったときもはあの、中に入っちゃうから、結果、ビルドアップの時点なのに、幅を使い切れてないんですよね。フィニッシュワークだったら、私も。 ビルドアップはラインを越えていくことですから、ゴールの設定が、最終的にゴール決めるのって、あの、ピッチの真ん中にあるから、幅狭くなることあるんですけど、ビルドアップの段階は中盤を越えるから、その、ピッチの横幅がゴールになるんですよ。でも横幅がゴールなのに、前にいる選手が中入っていっちゃうから、その横幅を越えれなくなるんですよね。今みたいに、坂が瞬間的に中入ってきて、ちょっとしたズレで受けるとかだったらまだいいんですけど、瞬間的に中入ってくるというよりも、ずっと中にポジショニングしちゃうっていうのは、 これはちょっと結構深刻な問題かもしれないですね。約束ごとにしちゃってるから、今日だけうまくいってないってより、こうするって決めてる部分だから、そう、ファジーには常に、あのね、えっ、ー、とフィ、ビルドアップの時は立ってた方がいいですね。フィニッシュワークも立ってた方がいいけど、その時の幅は別に最大限取ったりしなくて状況による。なんか外いるから前の人中いなきゃいけないと思うかもしれないけど、ここに敵がいた場合、中入っていくと消えるじゃん。ここに敵がい,い,いない時っていうか、それが最終ラインとの対決だったらいいんですよ。 これがなんかすごいチーム全体でちゃんとその動きを両サイドするから、でサッカとかもするから、これは多分ある程度約束ごとにしてる可能性が高くて、その約束ごと原則が原理に基づいてないっていう、原則が間違ってる可能性が高いんですよね。で今日とか勝ってるし大丈夫だけど、相手が強くなったりとか、そういう試合で、うわあこの待ち方するとボール前行かないじゃんみたいなイライラする試合が今後出てくると。で勝ってるとこの,この原則直さないだろうから。 ここしっかりついていくの大事なんですよね。インサイダブルボランチで逆サイドのウィングが絞るとかじゃなくて、前からの守備の時にはインサイドハウが前へ出ていって、ウィングは高い位置に残すというかサイドに残す方法なんでアーセナル。トーマスじゃなきゃワンアンカーでその守備危険すぎるんですけど、あとセンターバックの守備範囲が広くないと。でもそもそも前に出てたったあのジャカがちゃんと潰したり捕まえきれてないと、ただ、 トーマスの横開けてるだけで、だったらダブルボランチの方がいいってなっちゃうから。そうう今、腕ゴールついてってどう僕が携わったこの、あの、プレミアリーグの完全ガイドみたいなやつ。中で僕がね、いろんなチームの対談してるんですよ。プレイちゃんの2人とはシティー・わせのあるナイド君とはユナイテッド、あと木崎さんとはハーランド特集みたいな感じで。なんで、こんな感じで。超面白そうなんで。まあ、ちょこちょこ配信の時とかね、知らないチームとかだと、 え、ウェブスコンこんな感じなんだみたいな感じで、ね。